今日午前8時激流で育った天然鯛が名産の今治市宮久保沖に来ています。あちらちょうど今ですねその漁が行われているんですけれども、その様子を見つめているのがくら寿司の大浜バイヤーです。今治市大島の沖合で定置網漁や小型の巻き網漁を見学したり、この漁もあんまり潮が走ってるとできないんですか。いや、その場所でも、ね、潮が早なったらもう場所もあったり。なるほどなるほど。能島周辺の潮流を体験したりしていたのは回転寿司チェーンくら寿司で国産の天然魚の新規開拓取引などを担当する大浜バイヤーです。県漁業協同組合宮久保支所が売り出し中のブランド天然マダイ、天ノットマダイの漁場や漁法、魚の管理方法などを確認して商品のブラッシュアップにつなげようと訪れました。最大時速18キロ、天ノットの潮流によって引き締まった身と凝縮された旨味が特徴の天ノットマダイ。くら寿司では先月から宮久保産の天ノットマダイを愛媛、広島、岡山の3県で販売しています。身がしっかりと引き締まって歯ごたえがあります。脂も乗ってとっても美味しいです。全国各地域の旬の地魚をその地域の店舗で週末限定で販売する地魚地食のプロジェクトの一環です。地域で獲れた魚をそのエリアで加工販売することで物流コストを削減、養殖に比べ漁獲量の変動が大きく大手外食チェーンにとって扱いにくかった天然魚をあえて使うことで天然魚の販路拡大や知名度アップ、水産業の活性化につなげます。お名前がですね、あのお客様消費者の方にも非常にこうキャッチーといいますか、潮流の早いところの激流で獲れた魚だから身が引き締まって美味しいっていう、そういう印象にもつながるんじゃないかなと思いまして。コロナ禍による魚の販売量や担い手の減少に船の燃料代の高騰、宮久保支所では漁師町の生き残りをかけて近年マダイのブランド化のほか、イベントでの出張漁師市や鍋つゆの開発など漁価の向上に向けた取り組みに力を入れています。今回くら寿司とのつながりをきっかけに宮久保さんの魚のさらなる販路拡大を目指します。嬉しい限りです。1000円の魚が1500円に値段がついたらまた漁師さんも喜ぶけんね、それを期待しております。定置網でもやはりいろんな魚種取れてるっていうのも見れましたし、また組合長の方からもしらすであったりとか、お客様に非常に喜んでいただけるような商品っていうのもお話しいただきましたんで、今日はあれだけ大きな石鯛が定置網で取れるっていうのを見させていただいてですね、非常にちょっと興奮してしまいました。これは今度は石鯛を使ってくれるかなと感じました。